生存リスクを冒してまで死ぬ時の満足感を取れるのは人間くらい。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあれだねちょっとこう生きるとはみたいな感じのテーマだったけどね、俺これねちょっと最近聞いてね、しびれたね。おお、しびれた。そう、これね、上出良平さんが言ってたの。ああ、そうなの。あのハイパーハードボイルドグルメリポートとか作ってる元テレビ東京でプロデューサーの上出さん。うん。今ポッドキャスト界のレジェンドだよね。が言ってたの。そうそう、この人はあの最近テレビ東京辞めたんだよ。うん。で、後に言ってたんだけど、うん、このまま会社にいるっていうのは安住の地なんだけど、なんかこれだと死ぬときちょっと嫌だなって思ったらしい。ああ。いやー、なんか、この生存リスクをうちらは取れないね。って思って。小型炉いつでも取れるじゃん。どういうこと？いや、なんか多彩だからさ。いやー、かっこいいね、生き方がね、本当に。まあ、やるかやらないかの部分がでかいけどね、こういうのって。だって、しかもテレビ東京なんてもう、相当な大企業じゃん。うん。しかも、その中でかなり実力のあるプロデューサーだったしね。まあ、逆だろうね。実力あるから、どこへ辞めたって何とでもなるっていうところなんだろうね。そういう人たちって。ああ、そうなんかね。じゃあ今日、長丸の回なので、生存リスクを冒してまで、どんな内容を伝えてくれるのか、楽しみです。はい、私は生存リスクを冒すような真似は一切いたしません。だいぶしてると思うけどな。いや、してない、して、いや、してないでしょ。意味がよくわからない。今日は、撮影戦争をやりたいと思います。おお、撮影戦争。撮影戦争はね、うちらのさ、大人の近代史の中でも、ちょくちょく出てたようなテーマではあると思うんだよね。うん、出てきたね、多分。うん、多分、用語が出てきたり、そのちょっと仮定説明したりとかさ、多分そういうこともあったとは思うんだけれども、ちょっと今日は今回はそこの撮影戦争だけをスパッとちょっとこう抜いて、うん。喋りたいなと思います。ぜひ、よろしくお願いします。早速だけれども、まず撮影戦争ってなんじゃらほいっていうところからちょっと喋んないとだと思うんで、うん。薩摩藩とイギリスが戦争をした戦い、だから撮影戦争なわけだよね。はい。で、年号で言うと1863年で、8月15日から17日の、まあ、実質に2日間ぐらいで行われた戦いなんだよね。はいはい。で、これ、まずさ、歴史知ってる方はさ、いや、そんな当たり前じゃんって言うかもしれないけど、あんまり詳しくない方ほど、なんでイギリスが薩摩藩っていう一つの藩と戦ったのっていう多分疑問があると思うんだよ。うんうん。で、そこはちょっと簡単に説明すると、当時の江戸時代っていうのは、藩制度を敷いてたよね。うん。藩制度ってそもそも何なのかっていうところの話をこう細かく言っちゃうとすごい長くなっちゃうから簡単に言うけど、藩っていうのは一つの国みたいなもんなんだよね。うんうん。で、それを束ねているのが江戸幕府親分っていう感じなんだよね。はいはい。そう、いわゆる封建制度っていうんだけど、そういうのを。うん。だから、薩摩藩は薩摩藩で、もうそこの藩だけでもう自治が成り立ってたんだよ、国としての。うん。藩主がいて、で、それでその下にこう、家来がいて、で、まあ、要は、なんていうの、一つの国としての形ができてたわけね。はいはい。だから、イギリスが、その、日本っていう国として、まあ、日本を日本として見てたとは思うけれども、それぞれに国がこう、バラバラにあるっていうのは、一応イギリスも把握はしてたから、薩摩藩と、単体で戦うことにはなってるんだよね。はいはい。だから、まあ、撮影戦争っていうのがまず起きている。
日英戦争ではなくて、薩英戦争。うんうん。で、薩摩藩って、まあ、名前有名だから強そうな藩っていう認識は多分みんな持ってると思うけれども、うん。当時のあの藩の強さって、南蛮国とかっていうさ、石高で表すんだよね。はいはい。で、薩摩藩は一応72万石あったんだよね。石高としては。あ、ちなみに72万石っていうのはかなりもう、当時で言ったらもう相当上の方なんだけど、うん。ただ実際は72万石ないんだよね。あ、そうなんだ。そう。これ、幕府に対して、要は、課される税金の部分の石高が72万石っていう数値になってただけで、実際、現状を考えると50万石もなかったんじゃないのかって言われてるんだよね。ああ、そうなんだ。そうそう。だからちょっと今と逆で、今はさ、会社の会計とかってこう、すごい少なく見せてさ、少なく税金を納めようとするじゃん。うん、うん。じゃなくて当時はさ、幕府、いや、お前らはこのぐらいあるだろう、みたいな感じですごいこう持って、なんだろう、税金を貸してたわけよ。ああ、はいはい。そう。だから、72万石がないのに72万石の税金を課せられるわけだから、藩としては結構こう、貧乏だったというか、もうキツキツでやってたわけよ。うん、うん。まあ、これ別に薩摩藩だからとかじゃなくて、他の藩もこういうところはもうもちろんあったんだけど、うん。だから、薩摩藩っていうのはさ、ほら、琉球の時にさ、琉球をこう、ね、支配したみたいな話もあったけど、うん。要は、奄美諸島とか、琉球王国とか、そっちの方に進出して、そこから、ちょっとこうね、税を絞り取ってたって言えばいいの？はいはい。そう、それでちょっとこう、利益を上げてたんだよね。うん。まあ、琉球は琉球貿易で、とかさ、そんな感じ？うん。あ、ちなみに、1万石ってどういう単位かっていうところをちょっと説明しておくと、うん。1万石っていうのは、1万人分の米が取れる土地っていう意味なんだよね。はいはい。で、米が取れるイコール、それだけ兵隊を養える。まあ、そこはイコールになるわけよ、当時は。ああ、1年間でだっけ？そうそう。だから、50万石だったとして、50万石の石高があるっていうことは、50万人の兵を養えるだけの、一応、素養はあるっていう。うん、うん。まあ、そういう藩だったと。はいはい。まあ、実際はもっと低いよ。もっと低いし、そんな現実はうまくいかないからさ。はいはい。で、まず、薩摩藩はそんな感じと。で、この薩英戦争を語る上で、ぶっちゃけ戦争の経過とかよりも、もっと大事なのが時代背景の部分なんだよね。はい。だからちょっとこの時代背景の部分をちょっとしっかりとこの後説明したいと思いますと。はい。時代背景はね、でもと言ってもさ、多分、小太郎の回で結構ね、その時代をやってるから。いや、幕末結構ね、やってるよね。そうそう。そう、だから大人の人からすると、え、またこの話ですかみたいなところあるかもしれないけれども。まあ、一応ね、テーマごとに喋るっていうところで、そこはちょっとご容赦くださいと。ね、この回から聞く人もいるかもしれないしね。そうそうそう。だからちょっとその辺はまあご容赦いただいて、お付き合いいただきたいと。はい。で、当時の時代背景として、鎖国だったよね。うん。鎖国で、海外渡航とかできなかったし、外国人の受け入れも禁止してたし、まあもちろん貿易も禁止していたっていう一応建前なのわけよ。うん。で、そもそもなんで鎖国していたかっていうところはさ、これ、ちなみになぜの部分になるとさ、一番の理由なんだと思う？なぜ鎖国をしていたか？そう。キリスト教とか宗教の絡みなのかなって思っちゃったんだけど。さすが小太郎、世界。あ、本当に？キリスト教の流入をとにかくブロックしたかったんだよね。うん、うん。これはなんでかっていうと、結局宗教が思想につながって、白人至上主義的な考え方っていうのをこう排除したかったんだよ、日本からは。はいはい。これは徳川幕府の統治方法を考えると、至極当然というか、そもそも身分制度じゃん。うん。徳川幕府っていうのは、そこにさ、人間皆平等のキリスト教徒の考え方っていらないんだよね。うん、はいはい。そもそも。で、白人至上主義的な考えを結局白人っていうのは持ってたから、当時。
支配されるんじゃないかと、結局のところ、外人が来たら。キリスト教でこう洗脳されて、なんだ、日本人は結局劣る民族だみたいな感じになってって、白人に支配されちゃうんじゃないかっていうところまで、こう、最終的には行き着くんじゃないかっていうところで、とにかく、もう鎖国することによってキリスト教も入らない、外国人も受け入れないっていう感じにすれば、それは防げるっていうところが、まあ鎖国した一番の理由とは言われてて。ああ、確かにね。他のなんか国でもそういうのあるもんね。キリスト教を広めてから支配していくみたいなね。そうそう。なんか結局キリスト教がその悪いわけじゃなくてさ、キリスト教が道具として完全に使われちゃってた感はあるんだよね。うん、当時って。まあ、とりあえずそんな感じでさ、鎖国はしていたけれども、ただ実質、幕府公認でさ、まあ、清とかオランダとさ、貿易はしてたんだよね、実は。うん。まあ、これも結構有名な話で。あ、で、清はさ、まあ、そもそもキリスト教じゃないじゃん。だから関係ないんだけど。はい。オランダはさ、キリスト教の国じゃん。ヨーロッパ圏だし。うん。だから、オランダと貿易するときの条件として、布教を禁止したことと、とにかくあとヨーロッパの情報は一応欲しいっていうことで、ヨーロッパの情報は常に教えてね、みたいな感じの取引を一応して、貿易を可能にしてたわけよ。うん、うん。まあだから、布教しないんだったら、まあとりあえずいいよねっていう、まあ大前提のもと、一応オランダともはやってたっていうところ。はいはい。でもさ、やっぱり、オランダ以外のさ、欧米諸国からするとさ、不公平じゃないみたいな感じに思うじゃん、それって。うん。例えば、イギリスとかアメリカとか、まあ、フランスとかロシアだったりとかはさ、オランダずるくない、日本、うちらとも貿易しようよ、みたいな感じで来るわけよ。うん、うん。でも、それはさ、例えばさ、異国船打ち払い令みたいなのがあってさ、来たら大砲撃ってさ、攻撃するとかさ、あとは、とりあえず、もう水とか食料は渡すから、もう、うちには寄らないでください、帰ってください、みたいな感じですぐ追い返しちゃうっていうようなやりとりをずっとやってたんだよね。その鎖国してる間っていうのは。はいはい。で、それが、まああれだよ。これも大型郎の大好きな話だけど、黒船来航。別に大好きではないけど。小型郎のさ、テーマ回だと何回も聞いたなって思ってさ。何回ペリー来航してんだっていうね。そうそうそう。ここでもペリー来航したみたいな。はいはい。そう。まあ、1853年のさ、黒船来航、まあ、ペリーの来航によってさ、まあ、要は簡単に言うとさ、日本はさ、まあ、日本はというか江戸幕府はって言った方がいいのかな。外国のその強さっていうのをちょっとこうね、思い知っちゃうんだよね、黒船によって。うん。で、これは別に黒船に攻撃されたわけじゃないんだけど。はいはい。黒船がさ、江戸湾にまでこう侵入してきてるのよ。うん、うん。で、これはどういうことかっていうと、今までだったらさ、そんな湾内に侵入なんて絶対ありえなかったわけよ。はいはい。攻撃されちゃうじゃん。だって湾内に侵入したら、もう四方八方から攻撃だよ。うん。で、黒船っていうのはもうそんなのお構いなしに湾まで侵入してきてるわけ。うんうん。これはね、地震があったからなんだよね。ああ、はい。やれるもんならやってみればみたいな。ただ、こっちもやるよみたいな。はいはい。だから、アメリカは勝てる自信がとにかくあったんだよね。うんうん。で、江戸幕府はそれをこう読み取っちゃうわけよ。はい。やばい、これやったらやばいやつやん、みたいな。これ攻撃したらダメなやつでしょ、みたいな。はいはい。そう。で、まあ、ご存知の通り、尻込みして、日米和親条約だったり、日米修好通商条約っていうのはアメリカと結ぶよね。うん、うん。で、それに習ってさ、もう他の、ちょっと日本とこう貿易したかったような国、イギリスとかそういった国とかも、そこにこう一気に付け込んできて、日本とこう条約を結んでいくわけよ。はい。まあ要は日本はここで開国したわけ。うんうん。ただ、開国に関しては、これももうね、尊王攘夷運動のところで散々言ってることかもしれないけれども、うん。とりあえず当時の天皇の孝明天皇は開国には反対派だったわけ。はいはい。これはもう単純に日本が外国人に侵略されることを好んでなかったというか、望ましいと思ってなかったからなんだけれども。うん。で、当時の天皇っていうのはさ、権力なんかないじゃん。
江戸幕府がもう完全に権力者だから。はいはい。でも国民の信頼っていうのはやっぱりさ、ずっと続いてきた天皇制だからすごく信頼は厚かったっていうのはあって、うん、だからあの天皇が要は攘夷運動、外国人排斥に肯定的だぞみたいなところで、やっぱりその江戸幕府の対応をさ、こう苦々しく思ってた人たちがこう勢いづいていくわけよ。うんうん。まあ、これがいわゆる尊王攘夷運動になってくわけだよね。はい。で、まあ、こんな感じの今時代背景でしたと。まあ、ここがものすごく重要で。うんうん。で、そんな中、薩摩藩ってどういう姿勢をとっていたかっていうとさ、はい。薩摩藩は外国人も全員追い出せとかってそういう感じではなくて、どっちかっていうと、幕府と朝廷はとりあえず仲良くしといた方がいいよねっていう。まあ全てちょっと穏便にやっていこうっていうようなどっちかっていうと考え方だったわけよ。トップ的な部分では。はいはい。で、島津久光。まあ当時の藩主はその息子だけど、実権は島津久光にあったから、島津久光がさ、江戸に行って、公武合体、天皇とさ、その幕府がもう結びついた方が得ですよみたいなことをこう提案しに行くわけよ。うんうん、大名行列でね、もちろん当時だから。はい。で、江戸についてさ、それで提案してさ、それ良さそうだね、みたいな感じで、じゃあそれを、今度、京都にいる天皇にもお伝えいただけますか、みたいな感じで、回答をもらって、その江戸からさ、今度京都に行く途中で、あの事件が起きるんですよ。はいはい。生麦事件ね。うんうん。で、生麦事件っていうのは、今の横浜市のさ、生麦っていう場所、まあ、駅の名前もあるけど、当時生麦村かっていう場所で起きたから生麦事件っていうんだけれども、はいはい。これは、1862年の9月に起きてるんだよね。うんうん。で、事件の概要は簡単に言うと、まあ、そもそもまず当時横浜っていうのは、その日米修好通商条約によって開港してたんだよ、もう。はい。そう。だから、外国人がこう、もうちょっと住んでたりしてたわけね。うんうん。そう、イギリスだったりとか、まあアメリカ人だったりとか、まあちょっとこう住んでたわけよ、とにかく。はい。で、ちょうどその島津久光が京都に向かう途中の大名行列の、この一行がさ、生麦村にこう差し掛かった時に、4人のイギリス人がね、まあ別に外国人がいることはそんなにもう珍しくなかったっけ、横浜だから。うん。4人のイギリス人がさ、こう馬に乗ってさ、大名行列に出くわすのよ。はい。でさ、大名行列っていうのは、まあ、日本人はみんななんとなく知ってると思うけれども、大名行列が取るときっていうのはこう横に寄って、まあ、土下座じゃないけどさ、膝ついてさ、こうなんか頭をこう下げて、大名が取りすぎるのをこう待たなくちゃいけないみたいなのが一応マナーだったわけよ。はいはい。まあ、最低限どくのはマナーね。うん。そう。その道に立ちふさがるとかそういうのはもう無礼とかそういうレベルの話で。うん。で、イギリス人だから、日本のそういう慣習なんか知らないわけじゃん。うん。まあ、知らなかったかもしれないし、知ってたけど、いやいやいや、みたいな感じのところがあって、なんでうちらがそんな従わなきゃいけないのっていうところで、どかなかったかもしれないし、そこははっきりわかってないんだけれども、実際のところは。うん。まあ、結果的にどかなかったわけよ。うん。で、どかなかったどころか、もう突っ込んできたわけね。どっちかというと、行列の方に。はいはい。だから、その、取り巻きたち、大名行列の取り巻きたちが、もう、馬を降りて、どけって言うのよ。うん。でもさ、もちろん日本語で言うからわかんないわけじゃん。はいはい。でもさ、俺はちょっといつも思う、この話を聞くと思うんだけれどもさ、勢いでなんとなく何言ってるかなんてわかるじゃん。うんうん。なんなら刀抜いてたと思うんだよね、おそらくだけど。はいはい。威嚇するためにも。でもどかなかったんだよね。うんうん。だから、まあ切られたっていうのがこの生麦事件なんだけれども。はいはい。で、結果的に4人中1人が亡くなって、2人は大怪我、1人は逃げたから助かったっていう。ああ、はいはい。まあこれが生麦事件だよね。うん。で、ここで、まあ当然ながらイギリスと揉め事になるわけよ。そうだよね。
で、1958年にさ、日米修好通商条約は結ばれてたんだけど、実は日英修好通商条約も結ばれてたわけよ。うん。で、これで治外法権っていうのが認められてたんだよね。まあ、不平等条約ね、いわゆる。はい。だから、イギリスとしては、自分の国でもう裁いてやるみたいな感じのところがあって、で、日本としてまず責任持てよって言って、まず幕府に詰め寄ったのよ。はい。で、幕府に対して賠償金10万ポンドをまず要求したわけね。うん。で、薩摩藩に対しても同様に、賠償金2万5千ポンドを要求するわけ。あと、犯人の引き渡しか。で、犯人はもうイギリスの軍人立ち会いのもと、こっちで処刑するからっていう、そういう条件で。はいはい。で、今の言ったものを受け入れないんだったら、イギリスとして攻撃しますと。戦争ですっていう感じで脅したわけ。うん。で、幕府としても、いやいやいやっていう意見がやっぱり多かったんだけれども、うん。ただ、戦っても勝てないしなっていうのはやっぱりあったから、結局すっごい伸びたんだけど、9ヶ月後に賠償金を幕府は払うわけね。うん。で、まあ、幕府は一応そんな感じの対応をしたと。賠償金10万ポンドは払いましたと。はい。で、対する薩摩藩っていうのは、もう一切応じる気はなかったわけね、まず。うん。で、だからイギリスが業を煮やしてさ、薩摩藩に交渉に行くわけよ。うん。で、交渉に行くっつっても、施設をこうよこしたわけじゃなくて、軍艦7隻でもう武力ちらつかせて脅しに行ったんだよね。はい。で、イギリスはもうやっぱり日本っていう国自体を舐めてたから。うん。だって、幕府ともさ、もう不平等条約を結べてたわけじゃん、当時って。はいはい。だから日本っていう国自体をちょっとやっぱり舐めてたんだよね。うん。で、ましてそのうちのさ、一つの、日本っていうさ、全体のうちのさ、一個のさ、藩なわけじゃん。うん。だからそこにさ、こうね、軍艦7隻で行ってさ、で、大砲とかそういうのちらつかせてさ、いや、もうお前ら払えよって言えば、もう、屈するっていうのをもう完全に思ってたんだよね、イギリスは。はいはい。でも、これが全然交渉がまとまんなかったんだよ。うん。で、決裂したから、とりあえずイギリスはこう、薩摩藩の蒸気船3隻をこう、打砲したりするんだよ。はい。で、もう薩摩藩がそこにもう怒って、イギリス軍を攻撃する。で、薩英戦争が開始されたっていう、こんな感じなんだよね。はいはい。で、撮影戦争の細かな部分っていうのは正直さ、そんな話してもしょうがないところもあるからだ、ちょっとかいつまんで言うんだけれども。うん。はっきり言ってまず兵器の差っていうのはもうすごい雲泥の差があったわけよ。はいはい。薩摩藩っていうのは大砲あるけれども、旧式のさ、もう全然距離も飛ばないようなさ、大砲で、弾がまず丸かったんだよね。はい。で、イギリスの弾っていうのはさ、今のさ、鉄砲の弾って言えばいいの？ちょっとこう、円錐形の、うん、遠くまで飛ぶようなさ、こう、弾使ってるとか、もう本当、そういうところからもう全然違ったわけよ。もう技術っていうかさ。うん。それで、初めこう、イギリスがさ、薩摩の市街地とかにもこう、攻撃してさ、こう、燃やして、どうだって感じで見せつけるんだけれども。はい。薩摩藩はこれに負けじと、その旧式の大砲でイギリスの艦隊にもうぶち当てるんだよね。おー、はいはい。で、これ結果的に7隻あったうちの1隻はもう大破。もうほぼもう自力走行はもう難しいぐらい大破して。うん。で、2隻は損傷。まあ、ただもうちょっと戦える感じでもないぐらいの損傷。うん。っていう状況にまでなるんだよね、最終的には。はい。で、死者数だけで見ると、薩摩側っていうのは、一応、ちょっとこれ諸説あるんだけれども、24名亡くなったって言われてんだよね。うん。で、これ諸説あるっていうのはさ、市街地にこう砲撃されてるから、民間人の死者がはっきりしないんだよね。ああ、はいはい。そう。っていうところがあって、もしかしたらもっと何百人とかいるんかもしれないけれども、一応なんか、その記録上的な部分だと、まあ大体それぐらいじゃないかって言われてて。うん。対するイギリスがあって63人亡くなってんだよね。ああ、はいはい。そう。だから、単純なその死者数だけで言うと、実はイギリスの方がダメージでかかったんだよ。うん。
うん。で、もちろん薩摩はさ、とはいっても市街地の10分の1程度がもう焼け野原になっちゃって、砲弾から飛び散った火で燃えちゃってさ。うん。あとはさ、もちろん砲台とかも潰されちゃってるから、そういう被害もあったし。うん。っていうところ。で、ただイギリスはさ、さっき言った3隻がもうボロボロになっちゃって、で、死者数も結構多く出ちゃった。はい。だから思ってたよりも、あれ、薩摩藩強い。まあ、薩摩藩というか、ひいては日本強いなって、イギリスは感じたんだよね。うん、うん。ああ、で、薩摩藩も逆に、イギリス強いな、みたいな。俺たちちょっと舐めてたかもしんない。こんなのマジで敵に回そうとしてたの、みたいな。うん、うん。だから、双方に強さを思い知るんだよね。うん。で、これ結論の部分に言っちゃうけども、お互いにさ、仲良くした方がこれ得じゃないっていうところに結論はなるんだよね、最終的に。うん。で、戦争の結末としては、薩摩藩っていうのは結局名目上賠償金は払うのよ。はい。2万5000ポンド。うん。ただ、犯人は引き渡さない。その殺した人は引き渡さないで、なんだろう、双方こう、なんつうの、そこが、まあ、情報というかさ、お互いがこう譲り合ってそうなったっていう感じなんだけれども。うん。一応結末としてはそんな感じで、両国ともこう和睦をするわけね。はいはい。そう。で、そこからはイギリスと薩摩藩っていうのは実はすごい仲良くなって。うん。例えば、イギリスはさ、なんかもう幕府とこう始め、こう取引しようと思ってたんだけれども。うん。なんか、江戸幕府、ちょっともうダメだよね、みたいな。直接薩摩と貿易したいねっていう感じになって、薩摩とこう貿易するんだよね。その後って、どん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 。はい。で、あと薩摩藩は、イギリスのその先進的な技術っていうのをとにかく身につけたい。どういう、まあ、技術だけじゃなくてさ、もう国の成り立ちとかそういったところから含めてイギリスから学ぼうっていうんでさ、留学生をこう派遣したりするんだよね、イギリスに。はいはい。それによって、留学生がさ、そのイギリスを、もう全然日本なんかと比べ物にならないぐらい進んでたイギリスを見て帰ってきて、いろんな技術だったり考え方だったりっていうのをこう広めていくことによって、とにかくもう外交とか、貿易っていうのが今の世の中大事なんですよっていうところをこう訴えていくわけね。はいはい。で、もうこれ最後の方になるけれども、薩摩藩ってさ、元々は、幕府と朝廷、天皇が仲良くした方がいいよねっていう側の考えだったんだよ。うんうん。藩としてね。はい。ただ、内部的にはものすごく上位思想も多かったのよ。うん。だから、藩としては一応、まあ、幕府と朝廷結びつけましょうっていう考えだったけれども、下の方のこう武士たち見ると、いやいや、そんなんじゃ甘ったるいぜっていうさ、どっちかというと、徴収的な考え方。うん。実はそういうのも多かったんだよ。はい。そう。ただ、薩英戦争を経験したことによって、その上位思想を持っていた人たちが、もうめっちゃ痛感するのよ。うん。排斥運動はやばいなと。これは、こんなことやってたらいつか負けるぞ、みたいな。はいはい。何よりも、やっぱり外国のその進んだ技術っていうのをこう取り入れていって、強くなんないと、今回は一応イーブン引き分けで終わったけれども、次来たらもうどん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 向こうは進んでて勝てないんじゃないかっていうところまでやっぱ思うようになって、考えが上位からくるっとさ、倒幕に切り替わってくんだよね。うん、うん。そう。この倒幕に切り替わってくってのも面白いんだけど、藩としてはさ、あくまでもさ、後部合体の部分をこう、望んでたから、うん。そっちの方で進むかと思いきやさ、ここはやっぱり幕府と朝廷の考えもこう、なかなか一致しなかったっていうところもあって、はい。もうそんなんだったらもう、じゃあいっそのこと幕府倒して、新政府樹立だっつう方に、一気に薩摩藩は傾いてって、この先は小川太郎がさ、よく話してたあの薩長連合のところだとか、そういったところにこう結びついていくわけね。はいはい。ま、こんな感じで薩英戦争っていうのはとにかく、明治維新の立役者だった薩摩藩の考え方のさ、もう本当に骨組みの部分をさ、作った戦争って言っても過言じゃないと思うんだよね。はいはい。
結構それぐらい重要なさ、今のさ、要は日本のこう、礎になってるようなさ、部分の、実は戦争でもあるっていうところなんだよね。はいはい。はい。そんな感じで今日は撮影戦争をちょっとお話しさせていただきましたが。はい。小型郎、いかがでしたでしょうか？そうだね。あえてさ、この撮影戦争って、あんまり、こう、歴史の中でちょっと出てくるけどさ。うん。そこまでね、時代背景も含めて、改めて知る機会ってあんまないからいい機会だったなと思って。で、不思議なのはさ、やっぱ薩摩とイギリスがさ、戦争したのにさ、その後結構協力関係というかさ、そういうのになっていくのってやっぱりお互いがなんか認め合ったところがあったのかなって思ったね。そうだよね。なんかさ、普通、こんな、うまくいかないじゃん。いかない。だって、人も死んでるしね。ね。だって、双方、ね、死者は出ててさ、損失もでかくってさ、なんか、憎しみがこう、より憎しみを生むようなさ、よく、まあ、戦争にありがちのパターンになりかねないところがさ、そうじゃなくなってるってところがさ、やっぱり、それ以上のこう、メリットがあったとしかちょっと思えないよね。ああ、あとは何の、薩摩とかの外交力とかもすごかったのかな？なんか、ちょっと見えない部分だけど。なんか、でもそんな気はするんだよね。うん。まあ、やっぱり毅然とした態度をさ、取ってたっていうのが、イギリス側からしたらちょっとこう、対等に、こう思ってくれる部分でもあったのかもしれないね。ああ、はいはいはい。幕府は弱腰だったわけじゃん。そうだね。うん。だからやっぱそれがこう読み取られちゃったっていうところもあるだろうし。そう。だからやっぱりちょっとこう薩摩藩に対してはイギリスもこう一目置いたっていうところは間違いなくって。だからまあ結果的に、まあ結果的に賠償金も払ってるからね、薩摩が。だからなんか妥協じゃないけどさ、もうこれ以上なんか敵対するよりはもう仲良くした方が得だよねっていう、本当にただただメリットを追求しただけなのかもしれないし、まあそこはちょっと何とも言えないけど、もうわかんないというかさ。そうだね。なんか、幕府はもう交渉の相手ではないっていうような感じをイギリスが行動から見れるけど、なんか、最近そういうの聞いたなと思って。あれだよね、なんか、賠償金の話もさ、幕府にも払ってもらって、薩摩にも払ってもらったわけじゃん。まあ、薩摩のお金は幕府のお金なんだけどね。あ、そっかそっか。借りてんのよ。そうそう、借りてんだけど、まあ、しかも、踏み倒してるから、薩摩藩はダメージゼロなのよ。実際。あ、そうなんだ。じゃあ、幕府が、なんか、余計に払ってるって感じなのか、イメージ的には。まあ、一応、建前というか、まあ、結果的にそうなったと言えばいいのかな。そうなんだ。うん。ということで、今回は、撮影戦争についてでした。はい。もしよかったら、評価の星をポチッと輝かせてくれたら嬉しいです。評価の星か。いいね。いいこと言うね。あ、本当に？うん。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、久々にちょっとリクエストにお答えしてやろうかなって思ってます。お、何のリクエストでしょうか？これはね、秋久さんって方からいただきまして、はい、一応全部読むと、先月旅行の際車で聞いていて、そこから全部聞きましたと。で、面白くて今は2週目聞いてますっていう。で、軍閥、財閥を現代にどうつながっているのか、解体された今も残ってるなどなど、やってもらえたら嬉しいですっていうのをいただきました。
お、なんかちょっと難しそうなテーマになりそうだけど。あ、そうなんだよね。でもすごいね、2週目聞いてくれてるって嬉しいね。ね、なんかね、1回聞いて、ああ、よかった、終わりっていう人多分多いと思うんだけれども、2回聞いてくれる人って相当だよね。そう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 。で、まあ、今日はさ、軍閥財閥ってさすがにちょっと両方はできないんで、うん、財閥解体をちょっとテーマにやろうかなと思ってます。もう戦後の改革の一個だね。そうそうそう、いくつかこの番組でも財閥について取り上げてたりするけど、うん、戦後どうなって今、まあ、どういう風に残ってるかとか、そういうのもちょっと触れられたらいいかなって思ってます。はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、じゃあ早速、財閥解体ってさ、まずこの単語だけでイメージするとさ、うん、まあ、もしかしたらその財閥の人たちがなんかまな板に乗っけられてこう解体されてるんじゃないかって思ってる人もいるかもしれないんだよね。あの、いわゆるちょっとマグロの解体ショーみたいなね。そう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 。そういう人のためにも、ちょっと、今日は。いや、いないわ、いないわ。いないかな、さすがに。うん。いないと思う。まずさ、財閥っていう定義というか、まあ、これ、ちょっと一言でむずいんだけど、うん。まあ、一応財閥って言われるのは、ある一族、家族が、経営する、まあ、巨大な企業集団っていうようなイメージでいいと思うんだけど、うん、ある分野の経営を独占的に支配しているような、まあ、構図、うん、で、日本の四大財閥って言われるのが三井、三菱、住友、安田なんだよね、うん、で、これに鮎川、浅野、古川、大倉、中島、野村を加えたのが、いわゆる重大財閥って言われるんだよね、日本で。うん。そう。で、現在でさ、このかつての財閥グループとさ、うん、関わりを持たずに日本で生きるってことは難しいと思わない？まあ、そうだね。うん。名前聞いただけでもね、うん。そう思う。で、まあ、そんぐらい影響力があるというかさ、まあ、そもそもメインバンクが、まあ、旧財閥系だからね。うん、そうだね。うん。で、これさ、世界に目を向けると、財閥っていうのは、例えば、ロックフェラーとか、うん。ロスチャイルドとか、サムスンとか、まあ、いろいろあるけど、うん。まあ、今日は日本の財閥、そして財閥の解体の歴史なんだけど、うん。まず、財閥解体の歴史的背景からやりたいと思うんだけども、うん、四大財閥で見るとさ、三井や住友っていうのは歴史が古くて、うん、明治よりさ前から始まってる本当に歴史あるグループなんだよね、うん、で明治以降だと三菱安田っていった、ま、企業が誕生してる、うんうん、で、第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて、まあ、日本の経済の、まあ、大きなウエイトを占めてきたっていうのも財閥なんだよね。うん。終戦時の財閥の比重っていうのがあって、これはね、払い込み資本金っていうのを基準に算出したものなんだけど、うん。四大財閥だけで見ると、例えば金融は約ね、四大財閥で 50% の比重を占めてる。半分か。そうそう、たった4つの企業で。うん。で、海運業で見ると、約 60%。あ、なんかでもそのイメージあるね。ねえ、かま、海運業はね、三菱が相当強いけど。うん。でね、あとは重工業とか。うん、まあ、これはさ、重工業って化学工業とか機械類とかも入るんだけど、うん、これがね、約 32%。 ああ、そうそう、まあ
ちょっと少ないに見えるけど、これ10大財閥で見ると約半分 50% 占めてるから。うん。そうそう。まあ、ここはね、戦争で大きく関わってる部分だからね、重工業とか。ああ。で、第二次世界大戦において、まあ、日本は敗戦するんだけども、うん。で、そこから GHQ による統治が始まるんだよね。うん。で、当時政府っていうのは、戦争にかかる資金として、財閥に当時の価格で500億円の負債をしてたんだよね。うん。で、そのうちね、200億円は降伏宣言の直前と直後に支払ってんの。ああ。で、残りの額なんだけど、これは、GHQ の介入とか、あと日本の世論も国民の暮らしが極度に厳しい中、こうやって財閥をはじめ企業へ国がお金を出費するのを反対して、これ実際支払いはなくなったんだよね。うん。これによって財閥っていうのは国内投資をしていた、まあ、多くの資産を戦争で、まあ、失ってるんだよね。第二次世界大戦で。うん。で、海運業にしても戦争でさ、まあ、壊滅状態で、うん、三菱財閥を筆頭する日本郵船なんかは、戦争前と比べると、船の数はね、約5分の1ぐらいになってるの。うん、まあ、こんな風にさ、財閥っていうのは決して、まあ、第二次世界大戦においては、大儲けしたわけではなくて、大きな被害も出てるっていうことなんだよね。うん。で、こっから GHQ の統治によって財閥解体が進んでいくんだけど、うん、マッカーサーの五大改革指示っていうのがあって、うん、一つ目がね、婦人参政権とか、うん、あと労働組合の組織の推奨。うん、で、三つ目が教育の自由主義化。うん、で、四つ目が表現の自由。うん、これまあ表現の自由ってちょっとね、戦後教育でもやったけど、勝手なマークなとこはあるけど。ああ自由だったのかって。で、最後に来るのが、ちょっと長いんで要約するけど、日本の経済制度を民主主義化して、独占的産業支配をこう是正するっていうことが、設けられた。うん。で、財閥っていうのは、当時さ、アメリカっていうのは、まあ、いろんな考えを持ってた人いるんだけど、例えばね、封建制の残りなんじゃないのかっていう風に見てた部分もあるの。うん。これはさ、江戸幕府のようなさ、支配的な主従関係で成り立っているんじゃないかとかさ。うん。まあ、確かにさ、財閥の一族が強い支配力を持っていた一面もあって、うん、たださ、1930年代からはさ、財閥企業も分権化っていうのが権力の分散が進んで、具体的な取り決めはそれぞれの経営陣に任せてるっていう部分もあった。うん、とはいってもそのアメリカの一番の狙いっていうのは、将来また日本が軍国主義化するようなことがないように、アメリカの脅威にならないようにしたいっていうのがあるんだよね。うん、で、そのためにはさ、国と密接な関係にあって、資金面や多くの産業を独占的に生み出してるであろう財閥という存在をアメリカは排除したかったっていう思いがある。うん。で、こうして、1946年から財閥解体っていうのが具体的に始まっていくんだけれども、最初にね、第一指定って言って指定された企業があって、うん。これが三井、三菱、住友、安田の本社と、あとね、ここにね、富士産業っていう企業が指定された。うん。まあ、最初のは四大財閥と、富士産業っていうのはさ、旧中島飛行機って、軍用航空機のメーカーでさ、軍需産業色がさ、強かったから、うん。まあ、これが指定をされて、で、この五社っていうのは、解散命令が出されるんだよね。うん。そうそうそう。まあ、これに対してさ、まあ、財閥ってさ、特に三菱とかは、最後まで反対したんだけど、まあ、結局は解散させられるっていうことになるんだよね。うん。で、財閥解体にはさ、第一指定に始まって、第二指定、第三指定って、最後、第五指定まであるの。うん。
そう。だから細かく言うといろいろあるんだけど、例えばさ、重大財閥の財閥家族56名が会社役員から強制的に排除されて、所有してた株とか有価証券を没収されてんだよね。うん。で、またさ、江戸時代とか明治からある昔からの財閥だけじゃなくて、昭和から戦争需要によって台頭してきた新興財閥って言われるあの財閥も対象となってんの。うん。まあ、例えば今である利権とかね、日産とか。うん。で、特にさ、厳しい処分を受けたのが、財閥の中でも三井物産、三菱商事っていうのが、ここのね、2社はね、市場の独占をしてるっていう風に見なされて、うん。部長クラス以上のものが集まって会社を設立したり、社員100名以上になることを禁止したんだよね。うん。で、そのためにさ、大量の小さな会社にこう細分化されてた。うん。三井物産はね、約250とか、三菱商事はね、約140社ぐらい細かく分割されたんだよね。うん。で、財閥解体とさ、関連して制定された法がいくつかあるんだけど、うん。さっきのさ、第一から第五指定とこれ被るところもあるんだけど、一つ目がね、財閥同族支配力排除法っていうのがあって、うん。主にね、重大財閥の傘下にある企業が対象で、これ役員経験者等ね、約3600名が追放されたの。うん。で、二つ目がね、過度経済力集中排除法っていうのがあって、うん。これはね、経済力の集中を排除するため、大企業をね、分割していくんだよね。うん。で、分割対象はね、325社に及んで、うん。で、結局さ、あ、これってね、途中でアメリカの政策が転換して、十何社ぐらいに留まってんの。うん。実際はね、多くは分割されないで済んだんだよね。ああ、そうなんだ。そうそうそう。これはさ、政策が転換って言ったんだけど、うん、戦後さ、冷戦があってさ、うん、特にさ、大きいのはさ、中国がさ、毛沢東の下でさ、共産化してったことなんだよね。うん、で、これによってさ、共産化を食い止めるさ、まあ、いわゆる壁としてさ、日本の占領政策っていうのは、方向を見直してったんだよね。うん、だから、財閥解体を、当初は徹底的にやるって方向から途中ね緩和されたのこれ。ああ、なるほどね。だから財閥解体ってね最後まで完結せずに曖昧に終わってる部分があるんだよね。うん。まあこんな風にちょっとざっくり言うと財閥解体っていうのが行われて、うん。これによるさ影響っていうのがまあいくつかあって、うん。例えばさ、一つ目が GHQ は商号や商標の使用を禁じたんだよね。うん。これはさ、銀行にしても三井銀行はさ、三井っていうのを名乗ることができなくて、うん。帝国銀行っていう風になったし、うん。で、三菱銀行は千代田銀行、で、住友銀行は大阪銀行みたいな、旧財閥をイメージできないように変わるんだよね。ああ。で、二つ目がさ、安定株主の喪失っていうのがあって、うん。財閥っていうのはさ、それまでさ、財閥一族とか、本社が保有してた株などが分散させられちゃって、うん。安定株主を失っちゃったんだよね。ああ。で、それによってさ、企業の経営はさ、当然不安定になるし、うん。で、財閥関係の株がさ、市場にこうやって放出されればさ、放出された株は、それまでさ、財閥グループとは関係のない人たちに買い占めとかさ、戦前では考えられない事態に直面してったんだよね。うん。これはさ、経営陣にとってはさ、会社が乗っ取られちゃうんじゃないかっていう、まあ、脅威だったんだよね。うん。で、この結果さ、持ち合い株っていうのが進んでいくの。うん。これはさ、例えて言うならさ、A 君が、例えば B さんと付き合ってるとして、うん。B さんは C 君と付き合ってんの。
で、C 君は A 君と付き合ってんの。うん。ここで問題なのはさ、C 君と A 君は両方いける派なのかっていう。そうだよ、ね、今聞いててさ、親って思ったよね。D さんが出ないんだっていう。そうだね。ちょっとこの例えはね、ちょっと適切じゃなかったかもしれないけど。うん。まあ、要は何が言いたいかっていうと、こうやってさ、互いの、まあ、秘密を握ってる状態なわけよ。うん。まあ、それが秘密が株だとしたら、他へさ、株式が流出する危険が、こうすることで低くなるんだよね。うん。で、安定した株主の確保ができるっていう。うん。まあ、ちょっと、普通に言うと二つ以上のさ、企業が相互に相手の株を所有するっていうことをしたんだよね。ああ。そう。で、これが持ち合い株とか、株式持ち合いっていうような言い方でされるんだよね。うん。で、これは終戦からさ、サンフランシスコ講和条約を結ぶまでは、財閥ってさ、同系列内での株式保有が禁止されたの。うんうん。で、そのためさ、第三者への保有依頼をして、こうやって安定株主工作をしたんだよね。ああ。これがね、現在の日本企業の特徴としても残ってて、うん。互いにさ、株式を持ち合ってっていう、原型が生まれたんじゃないかって言われてる。ああ、なるほどね。で、今はさ、戦後に比べるとその比率ってちょっとずつ減ってはきているんだけど、うん。まあ、未だにさ、そういう持ち合い株っていう企業はあるし、うん。で、このさ、持ち合い株をする上で、企業間をつないだ重要な役割をしたものっていうのが、主にね、金融機関と社長会って言われてる。うん。で、金融機関で言うと、三井三菱住友なんかはさ、巨大な銀行があるじゃん。うん。で、この財閥系銀行はさ、GHQ によってさ、直接解体はされなかったんだよ。うん。まあ、それはさ、いろいろ言われるけど、単純にさ、規模がそんなに大きくなかったんだよね。その頃、民間の銀行って。うん。それまでゆうちょ銀行の方が、戦前っていうのは多くの人が利用してたから、うん。まあ、というのもあって、解体を免れたっていうのがあって、うん。で、この金融機関を中心に各社とのネットワークができるんだよね。うん。で、さらにさ、銀行が各企業に対して株式を持ち合う資金をこう供給したりとか、うん。こうしてさ、民間の銀行が影響力を持ち始めてくるんだよね。ああ。そう。で、これがさ、今でいうさ、日本型企業の特徴でもあるさ、メインバンク制っていうのが、この時期によってより濃くなっていくんだよね。うん。どの企業でもさ、今メインバンクって持ってたりするよね。まあそうだね。ねえ、長丸にとってメインバンクってなんだろう。何それ。その質問の意図がよくわかんないけど、メインバンク。俺もよくわかんないけど。いや、なんか僕のメインバンクはやっぱ妻だなとか言うのかなと思って。ああ、そういうこと。ああ、そういうことね。俺真面目に銀行の名前で今のどういうことだろうって、俺がよく使ってる銀行でも答えればいいのかなってすげえ考えちゃったけど多分それは大人求めてないかもしれない。そう、求めてないから、だから何だろうこの質問って思ったんだ。ていや、っていうか俺のメインバンクはっていうさ、そのさ、例えば妻ですとかっていうのも誰も求めてないと思うよ確かにな。なんだお前銀行扱いしてんのかっていう誰も何も求めてないし、誰も得しない質問だったな確かにねで、さっき言ったさ、もう一つ社長会っていうのがあって、うん、財閥を解体されてさ、まあ、かつてのこういった巨大組織をさ、つなぎ合わせる大きな役割をしたのがこの社長会なの、うん、これさ、旧財閥系企業の社長が情報交換する場としてできたんだよね。うん、うん。
ここでさ、持ち合い株の買い入れる量とか、買い戻す量の割合を調整したって言われてんだよね。うん。例えばさ、1951年から住友が財閥系では早く始まって、うん。白水会って言うんだけど、うん。あと代表的なのだと三菱系の金融会とか、うん。古川の山水会、うん。で、財閥の中でも、まあ、遅れてできたのは三井で、これはね、1961年に二目会っていうのができてる。うん。でもこんな風にさ、社長会っていうものができていって、うん。さっきやっぱ三井っていうのはちょっと社長会っていうのはできるのが遅くて、それに比べてさ、三菱とか住友っていうのは、財閥の中でもさ、同じ系列同士での結束力が結構強いって言われてんの。それは今でも。うん。そうそう。だからなんか人の三井、組織の三菱、結束の住友っていうような言われ方するんだよね。うん。で、このさ、一連の流れを、まあ、なんだろう、一言で言い表すならさ、うん。財閥解体。買いたい株主外部の圧力内部で持ち合う社長迂回ということなんでね。ちょっと待って、いろいろ突っ込みたいけど、まあまあいいや。ねえ、ちょっといい加減怒られそうだけどね、これね。で、財閥解体によるさ、いい面っていうのもあるんだよね。うん。まあ、いい面って言っていいのかもちょっとあれなんだけど、うん。まあ、一つ目はさ、若手人材の活躍が起こったんだよね。財閥解体によってさ、財閥一族の取締役クラスの重役とか、すべて追放になったわけで、うん。そのさ、残された企業を経営したのは、内部からの若い昇進者たちが多かったんだよね。で、この人たちはさ、それまでさ、取締役会のメンバーではないさ、例えば部長とかさ、支店長、工場長とかいった役職が、まあ、一気に社長とか役員になるケースが大多数だった。うん。なんだろう、長丸がさ、社長になるようなもんだよね、これ。よくわかんねえけどな。ほらね、今ね、それなりのポジションついてるからさ。いや、俺、底辺だよ。なんだ、底辺って。いやいや、ほんとほんと。だって、底辺だもん。要は、役職がなかったら底辺になるわけじゃん。いやいや、それでも多くの人はみんな底辺だね。いや、それを言ったらそうだけど。まあ、そんなこんなで、あと、敗戦時のさ、大企業の平均年齢っていうのは、60歳に達してたって言われてんの。うん。だけど、戦後その財閥解体によって、1946年の時点では、財閥企業だけで見ると、社長の平均年齢は40代半ばぐらいになってたんだって。おー、若返ったね。ね。これさ、調べて、東京商工リサーチっていうのがあって、うん。2021年の社長の平均年齢調べてみたの。うん。そしたらね、62.7 歳だったのよ。ああ。そう、またね、これどんどん上昇傾向にあんのよ。まあ、それはなんかしょうがない気もするけどね。あ、まあね、高齢化っていうのもあるのかな。そう。で、結局、ほら、雇用もさ、どん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 さ、今65、70って、こう伸びてってるじゃん。うん。まあ、そんな中で、ね、要は社長っていう人材も、こう、どん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 後ろ倒しになってるんだよね。ああ、確かに。うん。まあ、だから、ちょっと今と比べちゃうとあれかもしんないね。まあ、で、時代が違うっていうかね。うん。今だったら、6割が70代以上の社長なんだって。うん。これってさ、戦前とさ、結構似てるような状況が今起こってるんだよね。うん。このさ、特徴としてよく言われるのが、社長が高齢化していくと、うん。長期ビジョンを描きにくいっていうのがよく言われるんだよね。ああ。まあ確かにそりゃそうだよね。うん、そうだね。だってその社長は、あと何年いるかわからないけど、まあその何年かしか見てないでしょ。ねえ。
どうしてもまあそういう傾向に走るらしくて、設備投資とかさ、経営改善っていうのに消極的なる傾向が全体的で見るとあるんだって。ああ、なるほど。で、全ての社長がまあそうではないとは思うけど、うん。で、戦後はさ、逆にこう新しくなったわけじゃん、経営陣が。うん。で、これによって積極的に投資をしたり、経営改善を行ったっていう面が見られた。ああ。まあ時代がね、そうせざるを得ないっていう状況もあったかもしれないけど、うん。まあこういう面もあったっていう。うん。で、二つ目はさ、戦後っていうのはさ、ストライキなどのさ、労働争議が増加したんだよね。うん。これさ、前、労働時間の歴史でもちょっと触れたんだけど、うん。こんな中さ、新経営陣っていうのは、現場からさ、昇進したものが、多かったんだよね。うん。だから、労働者との関係性が今までの旧経営陣より強くあったんだよね。うん。で、これが幸い有利に働いて、多くはね、協力的な労使関係を築くことができたんだよね。ああ。これによってさ、雇用の安定が進んで、まあ今でさ、勤続年数によって賃金が上昇してったりとか、うん。またさ、いわゆる終身雇用って言われるような、定年まで雇い続ける、こう、日本的経営っていうのをさらに強めたっていうふうに、財閥解体によって言われるんでね。うん。まあ、これはちょっといい面だけではないとは思うけども。うん。この後さ、1950年になると、朝鮮戦争が始まるんだよね。うん、で、これはさ、戦後日本の植民地からさ、解放された朝鮮半島っていうのは、北緯38度線を境に北と南に分かれて、北の北朝鮮がさ、南に侵攻したことで、この戦争は始まったんだけれども、うん、北にはさ、ソ連、南にはアメリカがつく構図で、うん、で、アメリカはさ、日本に駐在してたさ、軍隊を朝鮮半島に派遣していくんだよね。うん。で、この時にさ、武器の修理や食料など、物資の輸送にさ、日本を活用してったんだよね。うん。これによってさ、軍事物資の注文が日本に殺到して、うん。一時的に日本は好景気になったんだよね。うん。で、これはさ、旧財閥系企業にさ、追い風となってさ、同族企業の結束をさらに強めていったの。うん。で、旧財閥グループっていうのはさ、受注からさ、製造、金融、販売に至るまでさ、まあ、グループ内で提供できる組織力があるわけなんでね。うん。で、ここでもうさ、社長会っていうのが大きなさ、コネクション役というか、役割を果たしてるんだよね。うん。で、1951年にサンフランシスコ講和条約が結ばれて、うん、これによって、例えば財閥で言うと、商号の使用禁止が廃止されたの。うん、これはさ、三井、三菱、住友とか、銀行でするとさ、銀行名って元に戻すことができて、うん、まあ、ただ安田銀行っていうのは富士銀行のままにしたっていう経緯はあるんだけど、うん、でさ、今はさ、合併してさ、企業名がいろいろ変わってるけど、うん、結局さ、三井、三菱、住友ともさ、名前はさ、残ってるじゃん。ああ、そうだね。うん。ね。まあ、安田銀行はさ、結局、富士銀行から水穂銀行になっちゃったけど、うん。ほとんどはそうやって、称号っていうのを戻してるんだよね。うん。あとはさ、同系列企業間の株式を、さっき言った、相互に持ち合うことができるようになったんだよね。うん。で、これによって、旧財閥系傘下の企業が集まって、グループを形成するっていうのが加速していくんだよね。うん。で、三つ目がね、財閥同族支配力排除法っていうのも解かれたんだよね。うん。これはさ、サンフランシスコ講和条約の直前に解かれてるんだけど、うん、戦前のさ、経営陣が復帰できることが可能になったわけよ、これで。だけどね、多くはね、復帰しなかったんだよね、これ。うん、一部さ、まあ、神戸製鋼とか東レとかは復帰が見られたんだけど、うん、まあ、これも稀のケースで、
なんで復帰しなかったかっていうと、うん、まあ単純に旧経営者の老齢化が進んでるっていうのもあったし、うん、あとはさ、株式所有の体制がさ、もう戦前とだいぶ変わってたっていうのもあるんだよね。うん。あとはさ、新経営陣がさ、戦後のこう、危機を乗り越えて、実際にもう経営能力っていうのを身につけていったっていうのもあるんだよね。うん。で、財閥っていうのはさ、まあ、今でもあるのか問題っていうのをちょっと話したいんだけど、うん。最初にさ、財閥の定義で言った通り、これってさ、特定の家族とか同族が経営を独占的に支配するっていう点なんだよね、財閥っていう定義が。うん、そうするとさ、まあ第二次世界大戦の終結と財閥解体によってさ、これはさ、なくなってるんだよね。うん、なんで、財閥は今あるのかっていう答えはないんだよね。うん、だけど、旧財閥系のグループでの結束力っていうのは未だに多く残ってるっていうのが現状なんだよね。うん。最後にさ、財閥とか旧財閥の価値ってなんだろうっていうのを思って、うん、今はさ、なんか IT 企業とかさ、まあ、新しい企業がさ、巨大なさ、こう、力をつけてきてるような時代じゃん。うん。まあ、そんな中さ、財閥、旧財閥の価値ってさ、やっぱりさ、ブランドなんじゃないかって思うんでね。まあ、そうだろうね、うん。もう、明治から、中にはそれより前からさ、何百年って作り上げてきたブランドじゃん。うん。で、これはさ、もう、どうあがいてもまあ、追いつくことができないような価値なわけじゃん。うん。だから、有名な四大財閥にしても、十大財閥にしても、日本のみならずさ、海外でもさ、その名が知られてるし、うん、大きな影響力を持ってるんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。うん、まあ、そんな風にして、ちょっと今日は財閥解体について話してみました。はい。いかがでしょうか？そうだね。なんかその、財閥って、でやっぱさ、こう独占してるみたいなすごいイメージが強いじゃん。うん、ね、それを解体したっていうのはさ、ね、間違ってはなかったのかなとも思うし。ああ、まあ確かに他がね、参入できないっていうのもあったしね。そうそうそう。で、やっぱりそれが結局さ、新しいこう企業、まあ別の企業を生み出したりとかさ、まあ結局細分化してさ、みんながそこでこうくっついてたら、あれ意味ないっちゃ意味ないのかもしれないけどさ。うん。まあでも、少なくとも今の日本ではさ、その財閥がさ、こう独占してて、もう寡占状態なんていうさ、会社ってあんまりないわけじゃん、その業界で見たときに。ああ、はいはい。そう、いい意味でやっぱり競争力っていうのは作られてると思うから。うん。やっぱりその財閥解体の効果でそうなってるっていうわけでもないとは思うけど、まあ少なくとも解体したこと自体は良かったんじゃないかなとは、まあ正直思う。ああ、はいはい。まあね、ほら、小形郎もそのうち財閥気づくぐらいのさ、富をね、得ると思うけどさ。いやいや、ないだろ、そんなの、一生。いやいや、ちょっとこの音金で、ないか。でも、中丸どこだっけ？どっかの企業の大株主だったよね。ああ、そう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 。あれで出資金0円のね。ねえわ。まあさ、結局、これを通して一番言いたいのは、うん。フジテレビを買収するのはやっぱ難しいよねっていうことなんでね。なんでホリエモン人気になって急に。いや、なんかちょっと、財閥って直接があんま関係ないかもしんないけど、うん。財閥解体によってさ、まあ、他の企業もさ、企業の結束力っていうのはさ、強めていったわけよ。ああ。で、相互にさ、株を持ち合ったりとかさ、うん。だから、そう簡単に崩すことは難しいなっていう、日本の体質があるかなと思って。なるほど。そうだね。確かに。っ
ていう変な結論に。まあ、フジテレビで言ったら、あの時ホリエモンに買収されてた方が面白かったよねっていうのがさ、今になって思うけどさ。ね、今結構そういうのあるよね。いや、だってもうテレビ業界がさ、もう YouTube にね、負けてるっていう、多分その構図がまたちょっと変わってたと思うんだけどね。まあ、そこはもう、たらればだしさ、なんとも言えないけど。うん。まあ、ということで、今日はリクエストにお答えして、ちょっと財閥解体と、まあその影響とかその後について話してみました。はい。まあもしよかったら、フォローだったり、評価をポチッとしていただくと、嬉しいです。はい、ぜひともお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。元プロテニスプレーヤー松岡修造は言った。人の弱点を見つける天才よりも人を褒める天才がいい。始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかテニスにおいて言えばさ、その人の弱点を見つける天才の方が強い気がするけどね。あ、確かにね。ね、そんないいところ見つけたって勝てないからさ。いやでもこの人のさ、なんだろう、今の生き方含めてさ、うん。まあ、オリンピックでのすごい応援団長みたいなさ、すごい応援してんじゃん。うん。ああいう姿とか、今のね、テニス界を盛り上げてるのを見てもさ、うん。まあ、そんな感じはするよね。まあ、現役の時にその逆だったんじゃない？やっぱり。ああ。テニスプレイヤーとしてはさ、やっぱりね、弱点を攻めていくのがテニスじゃん。いきなり否定してる、この言葉。いや、だからこそ言えるんじゃない？多分さ、いや、俺こんな人生やだなとかってなったんじゃないの？わかんないけど、現役引退してだからわかんないけどさ。ああ、確かに。まあ、そういうことで、近代史を話したら天才と言われるそんな長麿が今回どんなテーマを選んできたのか楽しみです。多分ね、そこあれだね、だいぶこうコメントで否定的な意見が入ると思うけど。ふざけんなって。そう、お前ごときが何を言ってるんだっていう、もうすごいクレームが目に見えてるわ。いや、そんなね、大人の人は温かいっすよ。まあ、大人、なんか、やっぱり何回も聞いてくれる人はそうだけどね、ほら、そうじゃない人もいるじゃん、やっぱり世の中。まあいいや。今日は、足尾銅山鉱毒事件についてやりたいと思います。おー。すごいとこ来たね。これはかなり有名どころというかね、興味あるね。まあほら、小形郎はね、知ってるじゃん、これ。まあ知ってるっていうか、本当にそんな詳しくは知らないよ。これね、世代でね、多分ね、知ってる人の差が結構出る理由があってさ。あ、そうなの？多分ね、若い人あんまり知らないと思うんだよ。だってなんか普通に歴史の授業でやったような気がするよ。歴史の授業ではね、大してやんない、ちなみに。これ国語の教科書載ってたんで、うちらの時って。あ、国語か。確かね、うちらからね、前後10年ぐらいはね、載ってたのよ。うんうん。だから、まあ、20年とか30年とかちょっとわかんないけど、それぐらいの世代はこう、知ってるわけよ、うちら前後の。はいはい。今載ってないから。うんうん、そう。それで、意外と知らない人も多いんじゃないかなっていう。あ、そうなんだ。今載ってないんだ。あ、国語の教科書にはね。歴史の教科書には多分さ、こう、足尾銅山鉱毒事件が起きました、みたいなのはちょっとチラッて載ってると思うけどさ。はいはい。あんまり細かくは載ってない。当たり前だけどさ、歴史そんな足尾銅山だけやるわけにもいかないじゃん。まあ確かにね。やっぱりこう大人の近代史としてはさ、そういう歴史のさ、一つのテーマにこうフォーカスしてさ、こう喋るっていうところがやっぱり売りなので、うんうん、
そう。まあそういった意味で、まず、ちょっと知らない人は、ぜひちょっと知っていただきたいなという事件ですね、と。はい。で、足尾銅山鉱毒事件って言ったらさ、ある人物がまず出てこない。ええ、人の名前全く思い浮かばないな、今。まあ多分ね、田中正造が出てくるんだよ。まず間違いなく。田中正造。そう、足尾銅山、ああ、田中正造ねっていうのと、あと、足尾銅山っていうと、もう、真っ先に出てくるのが、確か明治だか大正だかわかんないけど、そのぐらいにあった公害問題だよね、みたいな。ああ、まあね、公害問題のもう、イメージが強いわ。うん、もうほんとそのイメージ通りなんだけれども。うん。で、じゃあちょっと早速、足尾銅山とはっていうところに入るんだけれども。はい。まず場所は、栃木県日光市にあります。まあ銅山だよね。まあ名前からして銅山なんだけど。はいはい。で、今は閉山してるわけよ。もう銅を採掘してるってことはないっていうところなんだよね、まず。はいはい。ちなみに行ったことある？ないね。なんかね、ちょっと俺いつだか忘れたんだけど、社会科見学で行ったことあんだよね。え、本当に？うん。だから、大河太郎も行ってんじゃねえのかなって俺ちょっと思ってんだけどさ。え、でも高校じゃないでしょ？あ、違う違う。だって、ほら、市が一緒だからさ、だいたい一緒じゃん。行くところって。そうなのかな。ああ、どうなんだろう。わかんない。もしかしたら本当に違うかもしれない。言っても学校は違ったからさ。うん、そうそう。うん。なんかね、俺、社会科見学で行ってる気がすんだよ。行ってる気がするっていうか、行ってんだよ。そうなんだ。そう、行ってる、行ってる。だから、知ってるんだけど、場所とか、どういうところかっていうのも。はい、はい。まあいいや。で、足尾銅山自体は、1600年ぐらいから、銅の採掘が始まってるんだよね。うんうん。まあ、江戸時代の手前とか、まあ、江戸時代ぐらい、まあ、江戸時代始まったぐらいからはもう銅をこう採掘してたっていう感じなんだよね。はいはい。そう。で、銅が採掘できるからさ、幕府の直轄としてもう管轄してたんだよ。へえ、そうなんだ。そうそう。だから幕府の、なんだ、鉱山奉行がそこにいて、こう仕切って、銅を採掘してっていう感じの流れだったわけね。はいはい。で、例えばさ、江戸時代に使われてた、官営通宝っていうお金、銅銭だけど、銅銭とかにも使われてたんだよね、そこの銅っていうのは。ああ、そうなんだ。そう。そんな感じで、まあ、江戸時代とかでも普通にこう、銅の採掘は行ってて、で、ただ、やっぱこうね、当時の技術だとさ、なかなかこう、銅を採掘するっていうのも、採算が合わなくなってきて、最終的には、掘れる銅がなくなっちゃったんだよね。はいはい。で、だからもう明治に入る時には、もう、ボロ山って呼ばれてたぐらい、もう全然何にも取れないような山になってたのよ。うんうん。そう。で、そんな中、明治維新迎えて、1877年に、まあ、江戸幕府が持ってたから、そのまま明治政府のものになってたのよ。はいはい。足尾銅山は。ただ、もうこんなボロ山って感じだったから、持ってるだけ無駄じゃんっていう状況だったわけね。はい。で、1877年に民間に払い下げるのよ。へえ、そうなんだ。そう、買いたいっていう人がいて。はいはい。これが、古川一兵衛っていう人なんだけど、うん。なんかさ、俺やっぱりさ、小賀太郎のテーマに引っ張られてんのかなってちょっと うっすら思っちゃったんだけど。これ、あれで、古川一兵衛って古川財閥の初代ね。ああ、そうなんだ。そう。なんか財閥で引っ張られたなってちょっと思ったんだけどさ。いや、確かに財閥やってる時にやっぱ銅とかもね。うん。出てきた。確かに。ね。いや、全然そのつもりはないんだけど、なんか引っ張られたなと思ってまた。そうだ。で、その古川一兵衛っていうのはさ、古川財閥の初代の人なんだけれども。はいはい。その足尾銅山は、もう銅が産出されないって言われてたんだけど、当時は。うん。ただ、いや、そんなことはない。絶対探せばまだあるはずだって思って、まず買ってるのよ。はいはい。で、西洋近代の技術っていうのを使って、銅鉱脈をこう、いろいろ探したり調査するのよ。はいはい。
でね、かれこれね、8年ぐらいかかるんだけど、調査に。うん。1885年に、銅の大鉱脈が見つかるのよね。ああ、そうなんだ。そう。まあ、8年よく頑張ったなって思うけどね。だって、もう、見つかるか見つかんないかもわからない状況だったからね。うんうん。あるはずだじゃなくて、みんな誰もがないっつってたところをこう探したわけだからさ。ああ、はいはい。うん、まあなかなかすごい根性なんだけど、で大鉱脈が発見されて、そこから銅を一気にこう産出していくわけよ。うん、うん。まあここでいわゆる公害が発生するんだよね。はいはい。ちなみにこの公害の原因っていうのは、あの一応今言われてるのがカドミウム化合物っていう、まあ銅を精錬するときにこう出てきちゃうまあものだって思ってくれればいいんだけれども。はいはい。とりあえず有害物質で、うん、例えば銅を精錬するときに、なんだろう、火使うからさ、すごい煙が出るのよ。はいはい。そこでその煙に含まれちゃったりとか、あとは水で冷やすときに、まあ別に冷やす水じゃなくても、あの単純にその鉱山から流れる水でもいいんだけれども、要は水に含まれて排水でそのままこう川とかに流してたから。はいはい。それで、その川の流域。まあ川ってちなみに渡良瀬川なんだけれども。うん。渡良瀬川の流域の水質、まあ及び土壌汚染を起こしてたっていうところなんだよね。ああ、そうなんだ。そう。で、この水質汚染の方がすごい広範囲にわたってて。うんうん。こう、渡良瀬川で行ってて、途中で利根川に合流すんのよ。はいはい。で、利根川に行ってて、途中で江戸川に分岐すんのよ。うんうん。そう、だから、千葉の行徳とか、その辺まで、この公害があったって言われてんだよね。あー、すごい広い範囲だね。そうよね。だって、栃木のさ、まあ、足寄って日光だからさ、日光から、あれだよ、もう、海じゃんみたいな、そこまで汚染が行ってるわけよ。あー、そうなんだ。うん。まあ、主にあった影響っていうのは、単純にその、カドミウム化合物を摂取したことによる人体への影響だよね。うんうん。とか、もっと深刻だったのは作物。ああ、はい。水とか土に含まれちゃうから、稲とかがこう、立ち枯れしちゃって、結構その、渡良瀬川流域っていうのは、作物はさ、すごい育つ環境にあったんだけれども、うん。これが全然育たなくなっちゃってっていうような被害がものすごく多かったんだよね。はいはい。で、あとはもう足尾、その銅山周辺の環境っていうのがさ、もう塩害によって、あの煙の害によって、もう森林がハゲ山になっちゃうのよ。ああ、はい。これ今でもさ、結構あの辺、まあ、Google マップとかでさ、ちょっと、なんだ、あの写真のモードにできんじゃん、Google Earthっていうか。周辺見るとさ、結構こう、土が見えたりすんのよ。ああ、はい。緑じゃなくて山なのに。なんかそれはもう、塩害の時の影響だったって言われるんだけれども。はいはい。そう。まあ、そんな感じで、とにかく、ものすごい、公害として、甚大な被害を出しちゃったんだね。うんうん。で、ここで多分一つ疑問が湧くと思うんだけれどもさ。うん。江戸時代から鉱山は掘ってたじゃん。はいはい。でも、公害が起きたのは、明治入ってからなんていうか。まあ、明治入ってからっていうか、古川財閥が採掘するようになってからなんだよね。うんうん。で、これはなんでなのかっていうところに入るんだけれども。はいはい。まあ、大きく分けて二つあんのよ。うん。一つは、単純に西洋の、その、まあ、近代的な技術を取り入れたことが要因って言われてて。ああ、はい。で、これなんで西洋のその技術を取り入れたらダメなのかっていうところなんだけれども、まあ、単純にさ、合理的にさ、生産量を多くしたいっていうところに着目してさ、やればさ、なんかこう弊害が起きそうじゃん、単純にだけど。うん。まあ、その弊害っていうのが鉱毒のことなんだけれども、でもさ、別にさ、西洋の国がさ、例えば自分の国にさ、鉱山があってさ、その鉱山をさ、じゃあ、もう、とにかく産出量だけ多くしたいっていうんでさ、なんか毒めっちゃ出してもいいやっていう感じのやり方でさ、やってったらさ、その、自分の国がさ、こういう公害まみれになるわけじゃん。
そう。だから、単純に西洋の技術を取り入れただけだったら、普通だったらこれ起きないはずだったんだよ。ああ、そうなんだ。そう。ただ、ここがポイントなんだけど、西洋では、そもそも鉱山っていうか、そういう技術を使わないんだよね。あ、そうなの？植民地に対して使ってんのよ。つまり、何が言いたいかっていうと、帝国主義の中で、植民地なんて正直どうでもいいわけね。すごい言い方悪くすると。ああ、はいはい。植民地の人間がどうなろうと、最終的に、まあ、例えば銅で言ったら、この銅が取れればいいっていう。ああ、はい。考えのもと技術を作ってるわけよ。で、単純にこの技術を日本が取り入れたわけよ。はいはい。そうするとどうなるかっていうと、ただただその採算性のいいさ、合理的なやり方だけが取り入れられるから、周りの被害とか一切考えられてないわけ。ええ、めっちゃ奥が深いじゃん。そう。で、こういうものを取り入れたことによって結局、まあ、日本の場合はさ、別にさ、日本っていう植民地があってとかじゃないじゃん。日本の国内で自分の国の国民が自分の国の国民のために銅を取ってたものが、結局最終的にその公害でもう甚大な被害を生み出してしまったっていう、まずこういう構図があるんだよね。はいはい。っていうのがまず要因の一つって言われてて、うん、でもう一つが、これが闇なんだけど、うん、これはね、古川財閥と当時の明治政府の、まあ政府高官、もう名前で言うと陸奥宗光なんだけど、が癒着してたんだよね。ああ、そうなんだ。あ、これ癒着してたって俺言っちゃってるけどさ、本当はここはちょっとぼかしたい方なんだけど。これ、でももう癒着でいいと思うんだよ。なんでかっていうと、陸奥宗光の次男、息子ね、は古川一兵衛の養子になってんのよ。ああ、そうなんだ。そう。で、ちなみにその養子は、養子っていうか子供は、そのまま古川財閥を継ぐから。うんうん。もうズブズブなわけね。ズブズブね。ズブズブでしょ、そんなの。どう考えたって。そう。で、陸奥宗光自体さ、だから、鉱山に対して多分思い入れもあったと思うし。はいはい。で、実際にさ、その鉱毒の、こう、足尾銅山で、なんか鉱毒の被害なんじゃないかっていう、こう、話がこう、どんどん出てきてた時に、陸奥宗光に、どうすんだよみたいな感じでこう言った人がいるんだけれども、うん。陸奥宗光はね、握りつぶしたって言われてんだよね、そういうのを全部。へえ。これは、立場から考えると、まあそうさせざるを得なかったっていうところも、まあ確かにはあるんだけれども、うん。陸奥宗光っていうとさ、多分最大の功績は、不平等条約撤廃に対するこう、動きというかさ、行動の部分じゃん。ああ。日本のその不平等条約の撤廃っていうところに勤めた人っていう多分印象が多分、陸奥宗光っていう名前を聞いた時に一番出てくることだと思うんだけれども。あ、そうか。俺何も出てこなかった。まあ一応不平等条約って言ったら、陸奥宗光かなみたいなところは多分あると思うんだけれども。はいはい。そう。で、それってね、日本のその銅とかの産出を武器にしてた面もあるんだよ。はいはい。そう。だから、銅売りますぜ、みたいな感じで。まあ簡単に言うと。うんうん。外交にその銅っていうちょっとこうね、武器を使ってたっていうところもあって、なかなかこうね、陸奥宗光の立場からすると、いや、そこで、今ここで、足尾の方に、鉱山がその鉱毒で、なんか、公害が出てるってなってさ、じゃあ今すぐ銅を産出すんでやめるぞってするわけにもいかないわけよ。はいはい。そう、だから、いや、私の仕事は、条約の撤廃、不平等条約の撤廃の部分だから、別に鉱山のことは知らないよっていう感じで。まあ、握りつぶしたって言われてるんだよね。はいはい。で、要はさ、これがさ、江戸時代、だったらこうはなんなかったわけね。ああ。江戸時代の時だったらさ、鉱山奉行っていうのがいて、その奉行が例えばさ、自分が儲けようとさ、盗んでってっていうか何でもいいよ。ちょっと悪いことしたとして、うん。
こんなのさ、誰かが指摘してさ、問題が発覚したらさ、もう即刻クビなわけよ。はいはい。で、なんでクビにできるかっていうと、別にね、あんたの代わりなんかいくらでもいるよっていう状況だったからさ、江戸時代っていうのは。はいはい。各地からいろんな優秀な人物をこうさ、取り立ててさ、これでじゃああなたが、じゃあ次の奉行をやりなさいみたいな感じにできてたから。うん。で、これが明治維新じゃできなかったんだよね。ああ、そうなんだ。うん。知ってるとは思うんだけれども、いわゆる徴収罰がもう牛耳ってた世界だから、うんうん。徴収出身じゃないと買えないよみたいなさ。はいはい。で、陸奥宗光の代わりはいませんっていう感じ？要は。ああ、そうなんだ。うん。で、やっぱりこういうちょっと政治的な腐敗っていうのもさ、起きてて、単純にじゃあ、陸奥宗光が握りつぶした、あいつ最悪のやつだ、変えてやるっていう感じにもできないわけよ。あ、政府としてはね。はい。やっぱりその人材不足っていうのは結構やっぱでかかったんじゃないかなって正直思って。うん。っていうところだね。で、ちょっと鉱毒事件の方に戻して、この鉱毒事件においてさ、まあ、ちょっと冒頭で田中正造って名前出したけれども、うん。もう一人ちょっと、こう、キーマンになるというかさ、ちょっと知っといてほしいなっていう人物がいるんだけれども、はい。それがね、松本英子さんっていう人なんだよね。はいはい。で、名前はね、多分ね、聞いたことある人は少ないんじゃないのかな。知ってる人いんのかな。わかんないね。そう、松本英子さんって言うんだけれども、この人は、いわゆるジャーナリストなんだよね。はい。そう。全然まだ本当若い人です。20か30とか本当そのぐらいの感じの若い女性なんだけれども、うん。この人千葉出身なんだよ。はい。で、千葉出身で、なんか、最近、この辺の近辺でもなんか公害みたいな話が出てきたぞ。なんか起きてるぞっていうのは気づくわけよ。はい。で、おかしいなっていうんで、どん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 こう調べていくと、どんどんどんこう川をこう登っていくと、最終的に足尾銅山までこう行き着いたっていう感じなんだけれども。うんうん。当時、マスコミっていうのは、この足尾鉱毒事件のことを完全にもう封殺してたのよ。うん。これはなんでかっていうと、さっき言った政府が握りつぶしてたからなんだけれども。はいはい。そう、だから近隣住民がおかしいおかしいって言っても、握りつぶしてて、全然世間の人は知らなかったわけね。うんうん。そう、そんな状態だったので、この松本英子さんは、まあ、新聞記者だったから、ジャーナリストイコール新聞記者みたいな感じで。うん。新聞、まあ、記事として要は、これはおかしいっていうのを取り上げていくわけよ。はいはい。そう。こうやって取り上げてったことによって、少しずつ社会問題化してったわけね。うんうん。で、冒頭でも言った田中正造を動かすことにもなるんだよね。ああ、はいはい。そうそう。で、ただ、やっぱりこの松本英子さんって女性っていうところもあったし、うん。やっぱりさ、煙たかったわけよ。他の記者とか、まあ、政府からしても。うんうん。だって政府からしたらさ、なんか、ね、こう握りつぶしてんのにさ、なんか、どん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 こうまた掘り返されてるような感じなわけじゃん。はいはい。だからちょっと、鬱陶しいなっていう感じで、なんつうの、もう圧をかけるんだよね。うん。まあ、どんな圧をかけたかっていうと、まあ、簡単に言うとソース感状態にするみたいな。ああ、はいはい。うん。あいつの書く記事嘘つきだよって、もう、売名のために何でも書く、もう最低な記者だ、みたいな感じのことをこうね、不意調したりとか。うん。で、あとはもう、警察にこう、逮捕させんだよね。ええー、そうなんだ。そう、なんか、要は、こう、デマばっか流す、やつだっつって、まあ、逮捕っていうか、まあ、取り調べをこう受けさせられたりするんだけれども。うん。で、当時って実は治安結構いいから、警察にそう捕まるっていうのが、すごい不名誉なことなんだよ。目立っちゃうって言えばいいの。だから、結局そういう同業の人たちからも、あいつ警察にちょっとパクられたぞ、みたいな感じの噂が流れちゃって、まあ、家族親戚だったり、そういう、新聞記者同士。まあ、要はメディアからも邪魔者扱いというかさ、もうそういう感じの扱いにされちゃうわけよ。うんうん。そう。
っていう結構大変な思いした人なんだけれども。はいはい。そう。で、この人、第一次世界大戦の時も反戦の記事書いたりとかっていう感じで、結構こう社会運動家っていう、いわゆる。うん。まあちょっとぜひともこの人は名前ぐらい知っといてほしいなっていうところでまず取り上げましたと。うん。で、まあこれはもう一人って決まってんだけど、田中正造ね。ちょっと取り上げておきたいなと思って。はい。田中正造は、まあ、小形郎、あんまりよくわかんないっていう感じだったから、簡単に言うと、この人は、栃木県佐野市が出身なんだけれども、国会議員なんだよね。はいはい。当時の。うん。で、まあ、足尾鉱山で、なんか、鉱毒が起きてるんじゃないかっていうのを、なんとなく知ったのは、1890年に、渡良瀬川で洪水があったの、大洪水。はいはい。で、足尾銅山から、すごい流れてるさ、鉱毒が、稲を枯らしたわけね。その洪水でさ、いろんなとこにこう、ビシャーってその鉱毒が混じった水がこう溢れて、で、それが、まあ、稲だけじゃなくて、まあ、農作物全般だけれども、をこう枯らすっていうことが起きるのよ。はいはい。で、これはもう大問題だっていうんで、立ち上がるわけね。うんうん。そう。で、一応この、1890年に立ち上がって、1897年に、農商務省っていうのがあるんだけど。農商務省。うん。なんだろう、農業とか商業とかをやってる、あれで、町とか省っていうことね。うん。で、ここと約束を取り付けることが、できたんだよ。鉱毒を予防する工事をしますっていうのと、肺炎？塩害がすごかったから、煙をこう、抑えるような装置つけますみたいな。はいはい。そう。っていうのを確約して、突貫工事で、すぐにつけさせんのよ、そういうものを。うん。でも、ちなみにこれは、あんまり効果がなくって。そうなんだ。うん。要は、やっつけ仕事だったんだよね。うんうん。なんか、田中正造うるせえからとりあえずつけるか、みたいな、そんな感じ、ノリとしては。うん。そう。だから全然もう何の効果もないって言ったらちょっと言い過ぎかもしんないけど、もうほとんど効果はなかったんだよね、結局。この時の確約自体は。はい。で、そんな感じで、全然改善しないから、その近隣に住んでる農民が、1900年に東京へもう訴えに行こうっつんでさ、こう、まあ、何十人とかっていう規模でこう集まってさ、こう、ゾロゾロ行くわけよ。うん。で、その行く途中で、警官隊に止められるわけね。はいはい。で、警官隊に止められて、そこで、その農民の中に、やっぱりちょっとあんまりよろしくないヤクザモンみたいなのもいたらしいのよ。うん。で、そういうちょっと血気盛んな人が手出しちゃうんだよね、警察に。ああ、はい。で、そこで大乱闘というか、流血事件になっちゃって、そこにいた農民っていうのはもう多数が逮捕されることになるんだけれども。はいはい。で、これがいわゆる川又事件って呼ばれてるんだよ。ああ。そう。この川又事件の後に、田中正造は国会ですごい有名な演説をするんだけれども、うん。ちょっと文言だけ読むと、亡国に至るを知らざれば、これすなわち亡国の義につき質問書っていうような内容のことを演説するんだよ。はいはい。で、これはなんか国会の中でも超名演説って呼ばれてるような演説だったらしいんだけれども。うん。政府としてはさ、もうこんな問題ちょっともう握りつぶしたいわけよ、とにかく。はいはい。だから、当時の総理大臣が、山形有朋だったんだけれども。うん。公開したらしいんだよ。質問の意味がわからないって。はいはい。そう。で、答弁することを拒否しちゃったんだよね。うん。言ってることわかんないからもう答えませんっていう感じで。はいはい。っていうぐらい、だから政府っていうのは全然取り合ってくれなかったの。そうなんだ。そう。で、川又事件の裁判をやってる時に、田中正造もこういたんだけれども、その裁判の時に。うん。田中正造があくびするんだよね。ああ、そうなんだ。そう、裁判中に。うん。で、あくびしたことで、これちょっと意味がよくわからないんだけど、侮辱罪に問われることになっちゃうんだよね。へえ。で、一応これはなんでかっていうと、要は、そういう
裁判官とかそういった人たちをこう軽々しく見てるみたいな、そんな感じの侮辱っていう意味なんだけれども。うん。で、これで禁錮40日の罰を受けることになるのね、田中正造って。ああ、そうなんだ。まあ、そんな感じで、どん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 こう田中正造っていうのを干されていくわけよ。うん、うん。で、まあ、ちなみにもう田中正造っていうのは、後に議員も辞職しちゃうんで、その後。その川又事件とか、その裁判の後とかに。はいはい。で、これが次有名な話なんだけれども、1902年に、もう、あれだよ、議員じゃないよ。議員じゃなくて、その時に、帝国議会から、に出席した明治天皇が、こう、自分の家にこう帰る途中で、明治天皇にこう、直訴状を持って、直訴するんだよ、田中正造って。うん、うん。これが有名なんだけれども、ものすごく。うん。田中正造と言ったら直訴みたいなさ、ほんと、そんぐらいこれは有名なんだけれども。ああ、そうなんだ。そう。で、当時、天皇にそんな直訴なんて恐れ多いことで、うんうん。まあ、まずまず死刑なわけよ、それって。あ、そうなんだ。そう。まずまずそれは死刑なわけね。で、田中正造は、そんなこと当たり前だけど知ってるわけよ。うんうん。知ってるけど、もう死刑を覚悟で、もうこれ直訴しないと全然ダメだって言うんで、直訴したんだよね。はいはい。で、ちなみにこの直訴自体は、失敗に終わるのよ。あ、そうなんだ。そう。直訴状を持って天皇に渡そうとするんだけれども、途中でっていうか、その周りにいっぱいいるじゃん。やっぱ天皇だからさ、取り巻きっていうかさ、に取り押さえられちゃって、直訴そのものは失敗することになる。はいはい。で、ただ、直訴したっていうことは、世間の人がこう、号外なんか、新聞の号外とかで知ることになって、その直訴状の内容っていうのも、もちろん明るみに出るわけね。うん、うん。そう。だから結果的に、この田中正造の直訴っていうことが、社会にこの足尾、鉱毒事件っていうのを広めたっていう効果もあったわけよ。はいはい。で、直訴したことで、結果的に、その直訴状の中身は足尾鉱毒事件のことだったりとかっていうのが、こう世間の人に知れ渡るっていうことは、今なったんだよね。はいはい。ちなみになんだけど、田中正造は、死刑は免れるのよ。うん、うん。これは、なんでかっていうと、別に政府がさ、恩情でとかそういうことじゃないんだよ。うん。政府見解としては、狂人、狂った人が、馬車の前、その天皇の馬車の前を、ただただこう、よろめいただけだから、もうそんなのは何でもないよっていうことになって、不問にされたんだよね。はいはい。まあ、要は政府は相手にしなかったっていうところ。うん。そう、ただ結果的にさ、直訴したっていうことで、問題をこう、広めるっていう、社会問題にすることには成功したってことなんだよね。はいはい。そのせいでつったらあれだけどさ、結局さ、政府っていうのはさ、社会問題になっちゃったから、もうみんながさ、こう知っちゃうわけじゃん。今まで隠蔽してたものが明るみに出て。うん、うん。それで、足尾銅山のこの鉱毒事件に関して言えば、対策を取んなきゃいけなくなっちゃったんだよ。はいはい。いわゆる1897年にさ、7でやった、鉱毒予防工事とか、そんなレベルじゃなくて、もっとしっかりとした対策っていうのをこう講じることにはなるんだよ。うん。で、まあその効果もあって、ある程度こう、鉱毒の被害っていうのはちょっと収まっていくは収まっていくんだけれども、うん。ポイントなのは、これ、問題は解決してないのよ。あ、そうなの。そう。問題は解決しないで、ただただ、まあ、足尾銅山の鉱毒なのかわからないけれども、周辺環境に影響を及ぼしているかもしれないから、一応対策はしようねぐらいの認識っていうか、そのぐらいな感じで対策を取ってんのよ。うん、うん。だから簡単に言うとさ、古川財閥がもう、あいつらが毒撒いてやがるなんていうことは絶対言わなかったわけね。はい。で、絶対言わないし、例えばその周りの農村の人たちとかが古川財閥にこう訴えを起こしたって、いやいや、だって因果関係ないでしょっていう感じで。うん。要は認めなかったの、一切。はいはい。そう。まあ、要は、鉱毒っていうのは結局なくなることもなく、
ただ問題っていうのはどん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 さ、やっぱ一番被害を受けてた人たちっていうのがこう代替わりしてってさ、どん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 さ、問題っていうのが沈静化していくんだよ。要は勝手になくなっていくっていうかさ、もう訴える人がいなくなっちゃってるような感じ、どん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 。そう。で、問題だけがこう沈静化してったっていう感じの経緯なんだよね。はい、はい。で、これはもう現代の方にまで来るけれども、1972年に、やっと政府がね、認めるのよ。あ、そんなに遅いんだ。そう。古川財閥っていうのは、まあ、当時その、古川工業株式会社っていうのに名前変わってて、今はまた違う名前なんだけれども。うん。古川工業株式会社っていうところの、加害責任をやっと1972年に認めんのよね。はいはい。塩の鉱毒は古川がやったんだみたいな感じで認めて、それで訴えを起こしてた人たちっていうところが勝訴すんのよ。うん。で、ちなみにもう翌年の1973年には足尾銅山っていうのは銅が掘り尽くされて閉山することになるのよ、実質。ああ、そうなんだ。そう。なんか俺これ見るとさ、もうないからいいやみたいな感じのちょっとところも感じたんだけど、1972年に加害責任に認めてさ、73年にもう銅取れませんつってさ、うん、ね、閉山させるわけでしょ。はいはい。なんだかなって気はしたんだけど、わかんない、そこは知らないよ。本当に因果関係があるかどうかわからないんだけれども、うん。で、ちなみに銅の採掘はしなかったんだけれども、製錬はやってたのよ、ずっと。はいはい。だからどっかから銅を持ってきて、その銅の元の鉱物って言えばいいのを持ってきて、足尾で銅にこう分解するっていうかさ、銅を抽出するみたいなことはやってたの。うんうん。で、これも1989年に足尾線っていうさ、まあ、列車、貨物線があったんだけれども、貨物列車が廃止されたことによって、もうそこに要は銅を運び入れたりするっていうことができなくなったわけね。はいはい。できなくなったっていうか難しくなったから、もうやっぱりその費用対効果というかさ、採算性が合わなくなっちゃうわけよ。うん。だから製錬所自体も閉鎖して、これが今に至るっていうところなんだよ。ああ、そうなんだ。そう。だから今はもちろん何も、そこでは何もしてないって言ったらいいの。観光地化してるぐらいだからね。うんうん。ちょっと冒頭の方で行ったことあるって言ったけどさ、俺が。鉱山の中とかも入れるし、で、中入るとその当時の鉱夫の様子が、みたいな、こう展示とかもあったりすんのよ。うんうん。で、鉱毒事件のことももちろんこう扱ったような展示とかもあって、逆にちょっとこうそこをこうなんつうの、観光地としてちょっとフォーカスしてるというかさ。はいはい。そういう感じのところに今なってるんだよね。うん。で、最後に、足尾鉱毒事件っていうのは実は終わってないんだよ。ああ、はいはい。これ2011年にさ、3.11 大震災あったじゃん。うん。そこでさ、実は渡良瀬川下流域に基準値をね、はるかに上回る鉛が検出されんのよ。うんうん。これはちゃんと因果関係があるわけじゃないからはっきり言えないんだけれども、おそらく足尾銅山とかその辺のこう堆積物が地震によって流れ出ちゃったことによって検出されてるんじゃないかって言われてて。はいはい。結局、そういう感じで地震とかが起きた時に基準値、一定の基準値を超えたようなそういう鉱毒みたいなものがこう、今でも出てきちゃうっていうような状態なんだよね。へえ、そうなんだ。そう。だから、冒頭にさ、あえて、これはなんか近代、その明治とか大正ぐらいにあった公害問題なんだっていうちょっとことを俺チラッと言ったと思うんだけれども。うん。これ実はこれ現代にも全然まだ繋がってる可能性のある公害問題なんだよね。ああ、はいはい。そう。っていうところで今日のテーマの足尾銅山鉱毒事件っていうところについてはこんな感じで終わりにしたいと思うんですけれども、小賀太郎はいかがでしたでしょうか。はい。この足尾銅山か、公害っていうのをなんかやっぱ振り返ると自分の中でそれが歴史のか国語なのかちょっとわかんないけど、うん、
小学校ぐらいかな、見た時写真がね、なんだろう、被害に遭った人の、うん、今でもね、なんか思い出すって感じ。ああ、なるほど。やっぱすごい衝撃的だったもん。なんかこんな苦しんでる人たちがいたんだっていう。うん。まあ、どっちかっていうとね、こう、人体の被害って、そんなにクローズアップされなかったんだよ、結局。うん。ものすごくあったらしいんだけれども。はいはい。それ以上にやっぱね、やばいのがやっぱ土壌汚染。あ、そうなんだ。水質汚染から来る土壌汚染って言えばいいの。うん。とにかくね、作物が本当に育たなくなっちゃったんだって。ああ、そうなんだ。でさ、作物が育たないっていうことはさ、当時の農民っていうのはもう餓死なんだよ。うんうん。だから、なんだろう、そういう被害者を含めるとものすごい数、もしかしたらこれなくなってるかもしれないんだよね。ああ、そうなんだ。そう、たださ、ほら、因果関係が取れないからさ。うん。なんでかっていうと、あの政府が握りつぶしたから。うん。そう、だからさ、データとしても全然取ってないし、わかんないんだよ。で、どんだけその、鉱毒がさ、含まれてたかとかも、そんなデータもほぼほぼないし。はいはい。そう。だからそんなところでやっぱりこう握りつぶした影響っていうのはものすごく出てるんだよね。うん。だから、なんだろう。一番悪く言うとやっぱ、うやむやにしたがためにさ、被害状況すらよくわかんない事件になっちゃってんだよ。こんな有名なのに。はいはい。だから、これで何人死にましたとかそういうの全然わかんないわけね。ああ、そうなんだ。そうそう。だから、もちろん、病気になって死んだ人も因果関係がさ、こう証明されないから。うん。で、ほら、もう死んじゃってる人だからさ、もうどうにもできないじゃん。あの、例えば、この人からカドミウム化合物になんか、が出てきましたとかって言うんだったらさ、あの、いや、認定ってなるけどさ、ずっと昔だし、出てこないし。うん。死んじゃってるからね。で、やっぱりそういうところでもう今どうしようもないっていうところなんだよね。ああ、そうなんだ。そうそう。あの、例えば、水俣病とかさ、痛い病っていうのはさ、まあ、言っても戦後じゃん。うん。戦後のさ、その高度経済とかそういったところのさ、時に起きてる公害だからさ、まあ、日本政府もさすがに握りつぶすとかっていうことはしなかったわけじゃん。うん、うん。だから、例えば、その病気になっちゃった人からさ、あ、こういうものが検出されました。じゃあ、これはもう認定ですとかってできてたんだけれども。うん。まあ、やっぱね、日本初のっていうか、まあ、初なんだかわかんないけどさ、初と言っていいぐらいの感じの時代の公害だからさ。うん。全然、だからそういうデータがないのよ、とにかく。ええー、そうなんだ。そう。だから、政府見解は一応、加害認定はしたから、認めたけど、政府側の確かね、落ち度はそんなに認めてない気がした。ああ、そうなんだ。うん。まあだから結構これ闇なんだよね、闇。いや、相当の数のさ、人は被害者もいて、うん。ってことだよね。だってその、ほら、千葉のさ、その行徳ぐらいまでさ、その公害の訴えが出たっていうぐらいだからさ、うん、そのやっぱさ、利根川にこう混じっちゃってる時点でかなりの流域面積になるじゃん、うん、っていうところもさ、すごいしね。渡良瀬川だけで考えてもさ、当時そこってすごい豊作地帯って言われてたらしいから、うん、すごいその農業被害っていうのは凄まじかったと思うんだよね。ああ、そうなんだ。うん。いや、なんか話の中でさ、あの近代化の技術を取り入れて、それがさ、やっぱり植民地がメインに使われてて、だからまあそこまで、なんか公にこう問題となってなかったっていうのがあったじゃん。うん。その開発してた国にとっては。うん。いやー、そう考えると、植民地の人たちとかはもう、歴史にも残らないところですごい苦しんでる人っていっぱいいるんじゃないかなって思ったね。まあ本当にそうだと思うよ。結局さ、鉱山って昔からさ、鉱山で働く人って早死にっていうのはさ、もうなんだろう。あ、そうだよね。当たり前というか、そうそう。働いてる人も過酷だしね。うん。だから、
もう死ぬのが当たり前になっちゃってて、何も気づかなかったっつったらあれなんだろうけどさ、そういう感じだったのかもしんないね。ちょっとわかんないけど。ああ、本当に人間的な扱いを受けてなかった人たちっていうのがいたんだろうな。だと思うよ。いやー、闇が深い、これは。そう。結構ね、闇が深いしね、しかも解決してないっていうあたりがね。まあ、ということで、今回のテーマは、足尾銅山鉱毒事件でした。はい。まあ、よかったら、気軽にフォローをポチッとしていただくと、また、最新回が出た時に、お知らせが行くシステムになってるみたいです。え、そうなの？あ、そうだよ、多分。知らなかった。そうなんだ。あ、まあまあ、ちょっと、聞いてる媒体にもよるかもしれないけど。ああ。まあ、もしよかったら、フォローしてみてください。はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。人生で最も大切な二つの日、それはあなたが生まれた日と、なぜ生まれてきたのかを悟った日だ。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どこの偉人の言葉ですかね。これね、アメリカの作家マーク・トゥエインっていう人。わかんない。この言葉かっこいいよね。まあ、なんだろう。生まれてきた日っていうのはなんとなくさ、誰もが想像できるけどさ、なんでこう生まれてきたのかを考えたっていうかさ、そういう悟った日っていうのはね、なかなかこう秀逸というか面白い答えっていうかさ。そうだよね。うん。一本取られたみたいなね。なんかさ、二つあるっつってさ、初めさ、生まれた日って言ったからさ、あ、じゃあ死んだ日なのかなとか、なんかちょっと勝手にこう、想像してたんだけどさ、あ、そう来たか、みたいなさ。確かに。さすが作家だよね。ね、いや、やっぱね、違うね。うちらとは違うよ。うちらって俺だけの話か。いやいや。いや、このさ、なぜ生まれてきたのかっていうさ、うん。今日の副題は、なぜにしようと思って。Why? そうそう。で、もちろん今日の、ま、テーマ、主題は、うん。満州事変をやろうと思います。うわぁ、でっかいの来たなぁ。いやぁ、ちょっとね、でもこれはやらなきゃっていつかはって思ってたやつで。これは確実に2回コースでしょう。いや、これはね、ちょっと頑張って一回に収めようと思ってます。マジか。わからないけど、ちょっと。ということで、まずこの満州事変っていうのは、うん、1931年に南満州鉄道の線路が爆破されて、まあそれをきっかけに日本軍が満州を武力で制圧して、満州国建国までを満州事変っていう言い方をするんだよね。うん、で、この満州事変ってさ、事変っていう言い方するじゃん。ああ。そうそう。これ戦争って言い方日本はしないんだよね。ああ、そうだね。これは自衛のために行った軍事行動であって、戦争ではない。